ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、新劇場版、頭文字 D、レジェンド1覚醒、デビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今来た産業、ジパングブンブンアニメ映画、誰におすすめなのぜ。車好きにおすすめ。ではでは、あらすじの解説をします。赤城レッドサンズナンバー2の走り屋である今作の対戦キャラ、高橋が乗る最新鋭の RX7 が、一昔前のトレノ、通称86、にカルガルと抜き去られてしまう。このままじゃ高橋のプライドが壊れちゃう、ということから、謎の8黒乗りにリベンジマッチをするという感じの映画。で、謎の8黒乗りの主人公の高校生の男がバイトしている。バイト先のガソリンスタンドはブンブンチームを持っており、ガソリンスタンドのブンブンチームと高橋が所属している。レッドサンズがなんやかんやあってバトルことになる。結果、カマセイヌのカマセイヌであるチームがソスタは大敗してしまい、こいつはめちゃ許せんよな。ということで、元、チームガソリンスタンドのエースである主人公のとっちゃまに、仇討ちをしてくれないかと泣きつくが、ガキの喧嘩に大人が出しゃばるもんじゃない、ということから突っぱねられる。で、なんやかんやあって、いい感じになった JK とデートしたいから車を貸してくれという主人公のお願いに対して、とっちゃまがチームガソスタの助っ人として、高橋ぶっちぎったら、おう、考えてやるよ。ということから助っ人として参戦。あとはカマセイヌの高橋をぶっちぎって、ざまう、するという感じのシナリオ。はい。で、ここからは補足説明なのですが、主人公は車に興味のない高校生で、こいつの親は毎朝新鮮な豆腐をお店に届けるという仕事をしてて、その配達家業を主人公が引き継いだという設定。で、その移動の際に、峠と呼ばれるあんまり一般車が通らないような場所で、ブンブンたちが勝手にレース場にそこを使ってマリカーするって文化がジパングにはあって、その有名なマリカーステージが主人公が配達するコースだったって感じ。なので、主人公は毎朝そのコースを最速で終わらせようとルーティンしてたら、知らずにそのコースのプロになっていたという感じの設定。この謎なスパルタ教育によって峠と呼ばれる国道で、最速の走り屋になったのが本作の主人公。で、走り屋って何ぬねのって部分なんだけど、おまんじゅう的には迷惑この上ないと思うのだが、ジパングには首都高だったり、峠なる国道を、道路交通法を無視してスポーツカーでリアルマリカーするって文化だったり、やからが存在しており、そういったブンブン死体族にチューニングされた作品がイニシャル D という漫画である。これを見ればそういったジパングのブンブン文化を間接的にたしなむことができるのぜ。そう、例えば結構人使って勝手に交通規制して、一般車と衝突しないようにする配慮とかね、こういう文化があるんだって知れて、ハエとなります。でん、この漫画家センスあるなという部分は、クラシックカーのトヨタ86ってライトがパコって出てくるギミックを搭載した、ブンブン族にとっては憧れの古い車であり、この古いスポーツカーを使って最新のスポーツカーを、ガンガンマリカーして倒すというネタがべね、いわゆるジャイアントキリング、旧式使って新車をぶっ倒すってシナリオになっている部分が、テンプレでよくできているのぜ。次に、このアニメはその演出、説明がお上手で、この手のレースものを知らないとお城にも、主人公がどれだけすごいテクニシャンなのかを、カマセイヌがちゃんと説明するのぜ。このシーンね、それとこのアニメってガチで起承転結がお上手で、主人公は別に高橋とバトルする気はさらさらないんだけど、女子高生34歳とデートするときに車を使いたいからって交換条件で、しぶしぶバトルするってシナリオの作りだったり、高橋がレース中になぜ主人公はゴイスーなのかってのを説明ではない感じで説明してくれるので、レースに投資ローでも、主人公すげえや、ってなる作りしているし、ガチでカット割りもキビキビしているし、ほぼ無駄なシーンがなく超絶見やすい。たしなみやすいし、シナリオの起承転結も無理なくできてて、ガチでこのアニメはお上手です。それと気になって調べたら、ライトが飛び出すギミックがついているタイプは、ライトが飛び出すという余計なギミックがついているために、壊れやすく維持費がクソ高い。あとは車ってのは最低でも時速300キロとか出さないと、空力でいられる恩恵はそんなにないので、別に側のデザインは何でもいいらしい。むしろ中身をアルミとかカーボンにするとか軽量化した方が恩恵がでかいらしい。
あとこの漫画のベネな部分って JK のキャラデザが妙に芋っぽいというか、1980年代のおじさんたちが好きそうな、ブンブン雑誌のグラビアみたいなキャラデザしてて、ノスタルジックでモルトベイね、一人称を自分の名前である夏希って呼んだり、セーラー服がプロがコスプレしている感じだったり、おばさん臭いというか。夏希、思うんだけどさ、そろそろいいんじゃないかなって、たくみくんと仲直りしても。みたいなセリフがガチでクッソセンスがあるのぜ。きつくていいよね。1980年を生きるおじさんってこういう自己主張強い、地雷に貢ぎたくなるんだろうなって感じがノスタルジックで、いやガチでこの作家センスある。っていうか自分の世界観の表現お上手だわって感じ、映像の見せ方もいちいちモテないおじさん臭いし、カレー臭漂う感じがガチでいいのぜ。あとは、このシーンで。走り合って、負けず嫌いで、プライド高くて。だから、普段走り慣れてる山で負けるほど、情けないことってない。地元は絶対よそ者に負けちゃいけないんだ。それが走り屋の掟なんです。きつくていいのぜ。ガチでセンスあるよね。ではでは、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は星1中星4。いやー、作者節というか JK のキャラデザとか、各キャラクターに言わせるセリフとかがセンスがめちゃあってベネだし、しっかり CG 作り込んでマリカーシーンを作ってたりしててよくできてる。何よりも総集編としてのまとめる力が語彙数で、編集力がパない、起承転結の作りだったり、主人公がブンブンバトルに参加しなきゃいけないシナリオラインの作りとか、ガチでお上手で、このアニメ監督センスあるなって思ったのぜ。古臭いきついシーンとかも含めてね。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。